仮面ライダージオーのメインヒロインツクヨミ、ゲイツと同じ2068年の未来から来たレジスタンスの少女であり、相互の監視のためくじごじ堂に住み込むこととなります。黒髪ロングの清楚な印象に反して行動力に優れ、生身で格闘戦もこなす武闘派ヒロインでした。その正体は時を操る王族の末裔にしてソウルツ氏の妹アルピナであり、終盤では仮面ライダーツクヨミに変身し相互の最後の戦いに加勢しました。新たな世界では普通の女子高生となっていましたが、後に変身能力を取り戻し、ガールズリミックスでは最後の一人として合流、他のヒロインたちと共に活躍しています。演じた大畑しえりさんは外見から想像できない天然キャラがファンからも愛され、人気の全力坂では本人のみならず、なぜか変身後のツクヨミも走り、視聴者のツッコミを誘っていました。今年2月頃のガールズリミックス撮影後、6月には事務所のプロフィールが消えており、現在は引退かと心配するファンの声があふれ返っていますが、いつかまた元気な姿を見せてくれることを願いたいですね。